日輪と神田山かな、天天雲峠で手に入れた羽毛、違う違う、ライチョウの羽毛にある不思議な力が何かの共鳴を起こしたのか、あるいは止まり木を破壊したことで転機をもたらしたのか、湧く川浜でルーを見つけられなかったが、ライチョウの記憶と思われるものを手に入れられるなら、鶴見の状況を把握するのにも役に立つだろう。今から翁な海岸にルーを探しに行こう。翁な海岸に行きます。ここね、翁な海岸、こっから飛ぶか。それで行こう。あ、ここ宝箱あるの。目ざとい。宝箱は見逃さん。これで何するの？また羽毛に触れるんだろうな、多分。そういうことだろうな。あ、やべ、食らっちゃった。なんつった？今、見たかった。羽毛使う。これか？これは違うよね。助けが必要な方がいるはずです。言ってるで。これだろう。助けが必要な方がいるはずです。守衛か。守衛じゃないか。待て、待て。ここにもいないまさか。おお、待て待て待て。え？でっけん。あけん。これで間に合いますね。岩の重さ。失礼。行け。や、健康よ。世の乱れを切れ。言ってるで。当たっちゃった。前にあったのと同じもん。あれさ、なんていうの、読み終わってないのに次行っちゃうんよ。本当で普通の人は読み終わるんだろうな、あれで。もう一箇所か。
古代のカモ、名前もカモだったよね。宝箱ないかな。基本的にはここも来てるんだもんな。まあ行きましょうか。